that's in green and blue in blue. Like taste, distasting the first fruit of a vine. Like an eye too young to grapple its primitive. Like the artifice of a new reality. Like the chromatic calendar of time to come. しないとズクズクの吹き溜まりになってしまうから。Is violet. White light is a dissimilar mixture of all the colors.3回目なんですけども、毎回やっぱりその手直ししたい部分が出てきて、でそれをやって、今回2日仕込みで、まあギリギリ本番迎えれたので、なんていうのかな、本当の意味での玉砕っていうかな、そのストップするようなことにはならなかったので、本当にここ胸を なぜおろしてます。本当にね、なんかいいフェスティバルが始まったなっていう感じがして、なんかいろんなところ、まあ全部は 見切れてないんですけども、島袋にしても金美にしろ、 芸術の森にしろ燃えれぬ沼のイベントにしろ、いろんなイベントが起こってるじゃないですか。そういうものが本当になんていうかな、有機的につながってるなと思うんですよ。なんか坂本さんのアイデアをみんなで実現してるっていう感じがすごくいいなと思って感じます。僕の場合 2年ぐらい前に、浅田さん経由で、まあ、坂本さんに話が行って、坂本さんがやられるっていう時の、まあ、何かもまだ決まってない時から、まあ、手伝ってねみたいな話を聞いていて、お聞きしていて、まあいやもうできることなら何でもやりますよみたいな話だったんですけども、そのうちだんだんまとまってくる中で、僕の場合は本当にクロマももうできていた作品ですし、
アイスコアもできていた作品で、あとちょっと一つ面白かったのは浮一郎さんの写真を整理してまとめるっていう作業が面白くて、でその作業自身をした近代美術館の展示とゲイモリの美術館の中谷富士子さん娘さんの霧の作品がつながってるという、なんていうかな、本当にこうどうこうどう切ってもつながるみたいな面白い展示だなと本当に思います。はい、まあ、いろんな問題もあり、それから坂本龍一さんの急な病気もあって、まあ、いろんな困難の中で船出をしたという感じではあるんですけれども、しかしそこに非常に多くの観客の方が来てくださって、で外から来たあるいは北海道の中から来たいろんなアーティストたちの作品と触れ合っている姿っていうのは、やっぱりやってよかったなという感じで、まあ、今回は外からのインプットがとても多いわけですけれども、それを受け止めてまた次回以降何らかの形でね、内側から の発信ももっとこう強化して、でこう外と内が対話するような形で続けていければもっといいのではないかなとすでに思っています。まあ、日本各地でいわゆるビエンナーレ、トリエンナーレというのはたくさんあって、それぞれ特色はあると思うんですけども、おおむね割に相場な的になる、それからまあ有名なアーティストにいろんなことをやってもらうというので終わっているところが多いんですね。で今回は本当にその都市と自然ということで、ある種エコロジカルな、それからその先住民に対する視線なんかも含めたね、テーマがすごくはっきりしている。でそれに沿って最もふさわしいアーティストたちが選ばれていて、それがこう相乗効果を上げてね、一つのテーマをすごくこう力強く表現しているという感じで、やっぱり北海道ならではという気はしましたね。で、まあ、北海道というとよくまあ、アメリカモデルを明治 に輸入したということで、そのクラーク博士がボーイズビーアンビシャスと言ったと、青年よ大志を抱けと言ったということになっている。でその段階では、まあ、それはある種の歴史的な意味はあったと思うんですね。でただこれ非常にアメリカ的なモデルでね、まずは先住民を排除すると、でアメリカの場合はいわゆるインディアンと言われていた人たち、日本の場合はアイヌの人たちを排除する。で排除した後にすごい無垢の大自然があると言ってですね、でそれからインスパイアされて、野心を燃やす、いわゆるアンビションを燃やす。そのアンビションというのは自然をどんどんこう、征服し、でその上に産業を起こし、で、どんどん豊かになっていくということだった。で、まあ、それを担うのがボーイズ、つまり戦士であり企業戦士であるような男性であって、つまり子供と老人、それから女性というのは排除されていたという図式があるわけですよね。でそういうものを全体としてひっくり返すというのかな、もう一回その豊かな自然の中で、他者との共生みたいなことを考えていくっていう、そういう非常にはっきりしたテーマがあって、でそれを当然ながらその成人男性のみならずですね、それこそ老若男女みんながコミュニケーションをする中で実現していくっていう、この、芸術祭のコンセプトというのは非常にタイムリーでもあるしね、でかつそれが本当にうまい形で、まあ、スタートとはいえ、実現されたんではないかなと思っています。まあ、それでそういうエコロジーとか他者との共生というふうなことを言うとね、まあ、往々にしてその問題意識の方が先に立って、それをこうイラストレートするような、図解するような作品ということになってしまいがちである。でやっぱり坂本さんらしいところはそういうことを十分意識しながらもね、作品として美しければまずそれでいいっていう、それがもう厳然とした基準が貫かれていることだと思うんですね。それで、まあ、そのクロマっていうのをパッと見た時に、まあ、ある種の色彩に関するいくつかの、まあ、エッセイみたいなもんだと思うんですけど、じゃあこれが都市と自然ということと実際どうつながるんですかっていうと、簡単に説明できない部分がある。しかし、まあ、人がその色彩というものを通じて世界と触れ合ってるというね、その非常に微妙なところを本当にピュアに掘り下げていくっていうことが、つまりアートとして一つのクオリティに達していると同時にですね、なんか間接的な形なんだけれども、人が世界と関わる、自然や他者と関わるっていうことへの一つのヒントにもなっているような感じがして、だからやっぱりそのさっき言ったことにもかかわらず、単にそのテーマを例示するだけっていうのではないね、まずアートワークとして素晴らしい、でそこからそのテーマと関わっていろんな対話が可能になるようなものという意味では、クロマっていうのを上演できて本当に良かった。で、まあ、東京のようないわゆる首都がですね、その国の文化を束ねて世界に発信するっていうモデルがありますけれども、そのクロマっていうのは琵琶湖ホールで、上演されて、それでマルセイユに行き、そしてまた北海道に来たわけで、でまあ、そういうふうに何て言うのかな、その首都とかいうものを経由せずにね、直接に世界的なネットワークの中で
バーバラ・ロンドンさんの言葉で言うとコスモポリタンなネットワークの中で、札幌国際芸術祭というのがもっと伸びていくといいのではないか、その意味でもとてもいい作品だったという気がします。